ディープジュエルス女子フライ級王者王者、中井林、シュート道場四国、が3日、自身の YouTube に、ギリギリトレーニングと題し、なんと上半身を脱いでの背筋トレーニングを公開。胸を腕で隠しつつ、トレーニング中は背中のみ映っているが、その背中の筋肉がグネグネ動き、鬼が住んでるとファンから大きな話題になっている。最強女王、の呼び声も高い中井はこれまでもたびたび、 懸水やロープクライミングなどのトレーニングを公開。強さとともに、その、超発達、したマッスルボディに賞賛の声は高い。中井は3日の動画では、バーベルで背中を鍛える、弁当オーバーローの様子を公開。これは立ち上がり上半身を床と平行にしたまま、バーベルを持ち上げるものだ。中井は上半身裸で、下は水着状の衣装のみ。 カメラは真上から撮られており、最初は胸を腕で隠すが、バーベルを持ち上げにかかると、背中の身が映る。そして持ち上げると、ムキッと鍛え上げれた大円筋、僧帽筋が浮き出る。コメントには、ハンマユージ二郎や、背中に鬼が住んでる、すごい背中と驚愕の声が並んだ。セクシーながらも凄みのあるトレーニングにファンは歓喜だ。中井は前線5月、 姫にフロントチョークで勝利し、12戦連続フィニッシュ勝利。敵なし、とも言える中井だが、この鍛え上げたフィジカルと、歴戦のテクニックで次戦は誰と戦うのか。楽しみにしたい。